けで海に到着いたしました。こんな感じでちゃんとグッズも揃えております。軍手、膝当てパッド、ザル、シート、鍋、こんな感じですね。というわけで今日は友人と友人のお母さんと3人でやってまいりました。ここはただアサリ掘りは禁止となっておりますので、アサリは取れるんですけれど取ってはいけません。こういうやつがいっぱいいるんですよ。うわ、今日なんかすごい取れるんじゃないのこれ。もうほぼ干潮なんですよね。もうすぐで干潮になりますのでね。おいしょ。膝パッドもね、ちゃんとつけてからやっております。さあ、取るぞ。はい、取るぞ。こんな感じでいるんですよ、イナが。こういうとこにね、いっぱいいるんですよ。でね、ザルを下にセットして、ここからボロボロ落としていきます。がいっぱいあるでしょ。怖い。もう気持ち悪い。こうやって戦わないといけない。こういうところにね、まとめているんですよ。ね、わかります？よいしょ。よし。こんな傷だらけ。よし、もうこれ。汗びっしょり。下もあんのかな、下にあるな、こんだけです。うわぁ、ガッツ。何、僕のはこれ。おお、でもこれもいいなんか結構友人からいただいたやつですね。すごい、こんなに食べられた。すごいわ。あのね、傷だらけ。いやというわけで、ようやく完成しました。からしみなというやつなんですね、この地元で。これ食べたらね、ちょっとピリッてするんですよ。だからからしみなって言うんですけどね。いやー、1時間ぐらい湯がいたな。沸騰したぐらいの時にちょっと火を止めたんですけど、それでも1時間ぐらいかかりましたよ。このイキゴールド、長崎が誇る麦焼酎、これでね、いただきたいと思います。お疲れ様でした、今日も一日。うん、久しぶり飲んだな。今日はね、絶対上手にできてると思うんですよ。では、いただきます。塩加減がどうなのか気になる。うん、
絶妙、めっちゃうまい。塩加減ちょうどよかった。めっちゃうまい、ね、これまずこうやって蓋を取るんですよ。このねペランってしてる蓋を取りまして、でこう刺すでしょ、刺してこうちょっとねぐるんって回すんですよ。あ、これほら切れたらこれ失敗。蓋を取りまして、刺して、あ、失敗。なかなかうまくいかんなこれ。ね、これで完璧。これは完璧。もうこれね食べ始めたら止まらない。これねちなみにバーベキュー用のね串ですよ。これがねなんか食べやすいんですよ。爪楊枝とかじゃねちょっと食べにくいんで、このミナのうまさ、めちゃめちゃうまい。ちょっとねピリッてするんですよこれ。だからねからしミナって言うんですよ。あー、これ塩加減がうまい。焼酎がねどのくらいでも進みますよ。もうこれ結構日焼けもしましたし、一日もう手にねいっぱい傷も負いましたけどね、苦労して取った甲斐がありました。というわけでね、これを冷凍しまして、まあ、来られたお客様にねサービスで、提供したいと思います。というわけで今日も一日お疲れ様でした。ご来店いただいた方、運が良ければからしみなにねありつけますので、よかったらご賞味ください。というわけで今日はこの辺で終わります。どうもありがとうございました。